皆さんこんにちは。こんにちは。現在マニラに留学している美咲です。はい、美咲のママです。はい、今日は母とともに、はい、実際マニラのインターナショナルスクールに通っていて何を学んでいるかっていうことを深掘りしていければと思います。はい、じゃあ始めていきましょうか。はい、実際高校1年生として、通っている学校についての深掘り、うん、っていうことなんですけれども、まず学校はどんな種類があるんでしょうか。はい、学校の種類についてなんですけど、3つ種類があって、大きく分けると公立、パブリックスクールですね。でそれもまあ学校の、ガバメントが行っている学校で、まあ2部3部制に分かれて朝夜とか晩大多数、そうそう、フィリピンはね、うん、すごい子供が溢れてるから、うん、ワンクールじゃ終わらないから3部制とかで先生が足りない、うん、学校の規模が足りないっていう状態で教えてるんですよね。でそれはフィリピン人のために作られている、政府が運営している機関だから、外国人は基本的には入学できないんです。はい、まあ、ローカル要素も1つ目で、2つ目が私立、私立の学校があって、で名前を挙げるとデラサールであったりとか、ラサールね、はい、はい、ラサールとか、まあ、いろいろな学校があるんですけど、歴史ある学校が多くて、そうですね、まあ、習うこととしてもフィリピンの歴史であったりとか、教科を学ぶときもフィリピン語で、タガログ語で学んである。教科によってはね、教科によっては、はい、全部じゃないのね。ほとんど英語が多いんですけど、中には、歴史は、うん、タガログで学ぶとか、うん、タガログ語の必須科目があるとかっていう感じですね、はい、あと宗教の授業がそうですね。まあ、フィリピンは、大多数はカトリックなんで、そのカトリックの学びを取り入れている学校って感じですね。はい、でその3つ目が、私が通っている今インターナショナルスクールなんですけど、なぜインターナショナルスクールにしました？私たち、インターナショナルスクールっていうのは、まあ、一応、海外の外国の生徒たちも受け入れているっていうのもありますし、あと国際基準が、まあ、いろんな企画によって卒業資格が取れるっていう、卒業資格っていうのを触れておくと、私の学校では2つあって、ワスクっていうアメリカから導入された卒業資格と、あと IB 国際バカロレア資格という、スイッツアランドから来ているヨーロッパに強い卒業資格が得られます。まあ、それは学校によっても違うんですけど、そういったところで、卒業後大学に向けても、世界開かれていく、まあ、インターナショナルスクールでこその、はい、そういった強みがあると思います。うん、で、まあ、インターナショナルスクールだと、まあ、英語で学ぶってことになるんですよね。うん、まあ、日本国内にもインターナショナルスクールがあるんですけれども、うん、そのインターナショナルスクールでも英語で授業が展開されているっていうのが魅力ですよね。それとあともう一つは、生徒がやっぱり、まあ、インターナショナルスクールだからこそ世界から来ている。例えば私の友達だとインドからとか、韓国、中国、アジア圏が多いんですけど、それとも他に、イギリスだったりとか、アメリカ、カナダから来ている子もいたりして、まあ、そうですね、多国籍なんで、文化としても伝えることができます。うん、で、その授業形式っていうのは実際に、うん、まあ、日本の学校と比べてみると、なんかこう、日本の学校って集団授業で、うん、板書して各教科を教わっていくって感じだと思うんですけども、何か具体的に違いって違いが、なんか私が、中学1年生までは日本の私立にいたんですね。でその小学校までは公立にいたんですけど、一番こっちに来て思ったのが、あれ、ディスカッションで行われていて、私自身の意見が求められるんですね。日本の中学に行った時に行われていたのは、あくまで一方通行で、まあ、先生が話して、私たちがノートを取ってって感じなんですけど、なんかこっちの授業の進み方、私の学校の授業の進み方だと、で美咲は何を思ってるのとか、歴史の授業だと、まあ、そうですね、スペインでこういうことが行われましたとか、アメリカの独立がこう行われました、でどのようにして行われたかっていうのとは別に、私自身の、意見、なんかそれじゃあ、こうなんかみんなが手挙げているの、なんかわーってただのお話で終わっちゃうんじゃないの。いや、でもなくて、なんかこう先生がこれはどう思ってるのとかあったり、先生から振られるってこと、先生からも振られるし、私たちが行きたかったら手を挙げたり、うん、Sir って言って、うん、
で、それの一人意見を言ったのに対してもう一人が言っていう、まあ、意見の尊重があるからこそ生まれるディスカッションかなと思っています。なんかこうテーマが決まっていることについて、いやもちろんあの授業に対して授業に関係していることに意見をする、はい、感じかな。それとは別に、テストだけで進まないで、テストとは別に、プロジェクトというものがあって、まあ、それ課題があって、それは例えば理科の授業だったら香水を作って、でその理科の授業で香水を作ったのをなんか、まあ、その実験室で本当に調合して作るんですけど、で香水を作って、その後ビジネスの授業でどのようにしてマーケティングができるか、どのようにしてその香水を値段を設定して売るところまで、でまあ本当に実際にポスターとかも作って売るようにするんですよ。でその後にイングリッシュのその英語の授業で、どのようにしたら人の心を文で動かせるかっていうことを学んで、自分で実際にそのポスターは、まあ、その文が少ないですけど、あのスピーチをするときとか、それとか、まあ、文章を書いて、で香水のプレゼンをする、はい、香水のプレゼンをする。だから香水って言っても、まあ、それは結局は去年やったんです。中学3年の時にやったものが全てつながってるんですよ、全ての教科が。そうそうそう、うん、私はねそれを知ったのは家で宿題をやっている時だったんですけど、うん、家での宿題がコンピューターを使ってラップトップでやっているのね。でそのラップトップの中であのすごいこう量の、データになっていて、うん、そのサイト自体がすごい魅力的だったからあのそれを知ったんですよ。だからそれ自体が日本では各教科に分かれてて、国語、算数、理科、社会じゃないけど、うん、そうなって縦割りじゃない。で先生も当然違うわけですよ。だけどみんな相互にリンクしてるってことですよね、うん、はい。そのサイトについて触れると、自分自身のサイト、まあ、自分用のサイトをどのようにしたプロジェクトをやったかとか、それとかまあテスト結果とかを自分自身でサイトを立ち上げてまとめるんですよ。だからこそこう見せることも簡単だし、自分自身の振り返りにもなるから日本にはなかなかない。じゃあ今度じゃあこれアップしといて、アップします、後で拝見しといてください。はい、まあそうですね。それとは別にテクノロジーの背面からいくと、パソコンを導入していって、パソコンをベースにして使われるので、パソコンの授業ももちろんあって、でそのプログラミングとかあとロボット制作とかは週に3回あります。でそれでロボット作ってロボットはそう、そのロボットキットのベックスキットっていうのがあって、でそれで作って、実際に私はロボット大会に出たりだとかしていて、それとは別に今力を入れてるのはプログラミングで、 HTML、JavaScript とかを使って、なんか自分のまさのサイトを作る時とかにも応用されていたりする。そうそうそう、だから大人になって社会に出る時に、例えばこうすごく使える仕事、使える内容の技術が多いんですよね。うん、確かに、うん、そういった面では日本よりどうなんだろうな、まあ引いているところもあるかもしれないし、もちろん日本の教育には良さがあって、知識量であったら膨大なところがインプットできるけれども、うん、アウトプットっていうところではこっちの授業の方がアウトプットを求められるし、それが必要であるからこそ伸びるかなと思ってます。なんかこう、やっぱり Excel と Word にとどまらないし、うん、なんか PowerPoint とかも単なるこうなんかプレゼンだけっていうのことじゃなくて、いろんなこう数値化したものとか、なんかあとグラフ化した方法とか、あとビジュアル的に感情に訴えることとか、いろんなステージを求められるってこと。私たちは普通にパソコンを使って普通にあのガジェットを用いているわけだけども、日本ではそのガジェットっていうのは悪というか取り上げられる存在、それが私がいいとか悪いとかはコメントしませんけども、多分日本でもう少しこのガジェット、まあ、ゲームとかはもちろん悪と考えられることもあるけれども、あるかもしれないけれども、ゲームだけではない、ガジェットを用いてできることは幅広くあって、でそれの可能性まで潰してしまうのがもったいないと思います。そうね、まあ、私たちの生きる、まあ、子どもたちの生きる時代っていうのは世界的にそのスキルが使える人じゃないと仕事もやっぱり制限されてしまうし、それでやっぱり世界中からこうお金を、外貨を稼げる方法っていうのが一つのヒントになると思うから、だからそれ自体が学べないまま大人になってしまうと、まあ、労働力として見られてしまうっていうかもね、
頭の、使う仕事っていうこととか、あと技術を求められる仕事っていうのは制約されてしまう、制限されてしまうっていうのが現実なのかなと。そうで、私たちが今学んでるのは、その目標としては自分で何かを生み出せる力をつけること、でそのスキルってあったりとか、その考えることができて実際に思いを形にできる、そういったスキルを授業で習える、そんな感じで今日はお送りしました。